もっち先生と学ぼうよ英文法第73回受動態その6講師はもっち先生こともちだ鉄郎この動画は東京関口文法能力開発が制作しお届けします はい。皆さん、こんにちは。もちだです。今回は、前回に引き続き、受動体のお話をしていきます。素朴な疑問なんだけど、B 過去分子ってイコールられる、じゃないの 違うんですよ。英語の受動態と日本語の受け身はちょっと違います。今回はそんなお話。日本語の受け身と英語の受動態を比較して参ります、えー。日本語の受け身は動詞プラスれるられるですね。このれるられるというのはもともとは自発を表します。 文が表す状況が主語の意志ではなくて自然に生じたことを表します。うん。主語の意志ではなくて自然に生じたこと。それが自発です。で、これが受け身になると、その自然に生じた状況が主語にとって被害や利益になっているということを表すんですね。はい。 守護にとっての被害や利益です。さあ見てまいりましょう。彼の家は台風で壊れたという文と、彼の家は台風で壊されたという文があると、一番の方が客観的な事実として述べているのに対して、二番の方は被害を受けたという感情的な意味をも含んでいる。そういう印象があるかと思います。 ところが、英語の方はどちらも His house was broken by the typhoon と。うん。日本語二通り言い分けられるんですけれども、英語の方は His house was broken by the typhoon 一択だと。それから、人間は自然から様々な恩恵を得ているという言い方と、人間は自然から様々な恩恵を与えられている。 このような言い方ができますけれども、2番の与えられているの方が自然に感謝すべきだっていう気持ちが強いと思うんですね。うん。ですけど、英語って言うと、we are given various benefits by nature. こういう表現、一通りになるんですよ。うん。1番と2番のような違いは、この自動体の文からは得られません。 母親が子供に殴られたっていう日本語の文があります。正しい日本語の文です。で、これは子供が母親を殴ったっていう能動体の文から生まれたものです。英語にすると The mother was hit by her child っていう児童体の文。これは能動体の Her child hit the mother この文から生まれました。いずれも、はい、今赤くしましたけれども、 この母親がっていう主語は、母親をっていう能動体の目的語の移動によって生じたと。英語のマダラっていう主語も、ヒットマダラっていう能動体の目的語の移動から生まれたと。はい。日本語も英語も、いずれの場合も、この場合は、目的語主語のうちに移動させて、文が成立しています。これに対して、母親が子供に泣かれた、 これも日本語としては正しい文なんですよ。正しいのですが、子供が泣いたという能動体の自動詞の文から生まれた文なんですねは。子供が母親を泣いたとは言えませんよね。つまり目的の移動ではないわけです。英語の対応文、対応する文は、The mother had a child cry on her ちょっと特殊な文なんですよ。で、なぜこうなってしまうのかっていうと、 はい。目的語の移動による文ではないんですよ。日本語の方が。だから、英語としても、the mother was cried by her child って言えないんですよ。で、で、なぜこの文が言えないのかっていうと、はい。能動体の、her child cried the mother っていう文が存在しないからですね。で、この文が存在しないから、この文の目的語死後の位置に移動して作った自動体の文も当然あり得ないと。 ということになるわけです。つまり、目的語の移動によって生じたものではない受け身、あの、文、受け身の文というのが日本語には存在するんだと。この点が日本語と英語を比べたときの大きな違いになるわけです。ということで、今回はここまで。次回は引き続き受動体。 のお話をしてまいります。もっち先生と学ぼうよ英文法第73回受動態その6おしまいです。次回をお楽しみに